ダストチャンネル。おいバイス、これからデッドマンズと戦っていくことになるからよろしくな。どうしよっかな。お前だって俺が死んだら消えてしまうんだろ。もう冗談だって、シャレがわからない人でちゅね。まったく。じゃあ今からリバースドライバーの使い方をおさらいしていくぞ。やだよ、めんどくさいし。俺関係ないじゃん。しょうがないだろ、狩崎さんの説明ちゃんと聞いてなかったんだから。お前バカなの？それ大事なことでしょ？なんで聞いてなかったのよ。熱くなりすぎちゃってさ。ほら俺、幸せ家の息子だから。うまくないからね。うまいこと言ったみたいな顔してるけど、全然うまくないからね。もううるさいなぁ。で、どうやって変身するんだっけ？お風呂入って100秒数えたら変身できるって言ってた気がするけど。そんなわけないだろ。どうするんだっけなぁ。確か、レックスバイスタンプの上のボタンを押して、で、どこかに応印するんだけど、どこだっけなぁ。おでこじゃね？そんなわけないだろ。確か、ここだ。応印したら、ここにスタンプをセット。そしてレバーを倒す。変身。あ、できた。もう変身してたけどね。あと狩崎さん何ができるって言ってたっけな。なんだ？デッドマン！グオー！こんな時に！行くしかないか！湧いてきたぜ！じゃあ俺っちから行きまーす！いた！いて！いた！大丈夫か？こいつ全身トゲトゲしてて痛いんだよね！嘘！どうしよう！あれは？あれあれ？あ、ピーナッツバター！必殺技な。確か、エヴァを一回倒して、で、もう一回倒す。ポーズ！はぁ！ぐー！まだ倒せないか。頑丈だな。じゃあ恐竜になっちゃう？そんなことできるのか？あの狩崎ってやつが言ってたじゃん。そうだっけ？そう言われると、そんな気がするな。はい、行っちゃってー！確か、レバーを倒して、スタンプの上のボタンを押す。そして、レバーをもう一度倒す。恐竜になった！よーし！一気に行くぜ！ターグホー！よし！なんとか倒した！リバイスドライバーの使い方はこれぐらいだったかな。もう一個あっただろ。あ、あれな。ヨネズ剣士。ゲノムチェンジな。あれはまた今度やろう。さーってと、疲れたから、一風呂浴びて寝ようーっと。俺っちも風呂入る。お前はふざけたからダメ。そんなー。